こんにちは、よしせさんあ。そして、あやさんもお疲れ様でございます。いや、忙しかったですね。そして、楽しかったですね。濃い4日間送ったんじゃないですか。まあ、あやさんもね、一緒だと、特に時間が過ぎるの早かったんじゃないかなと思うんですよ。まあ、なんせね、自分だけが自由な時間を持っていて、自分だけが自由にね、できるお金を持っていても、一人ですからね。もちろん、一人で楽しむ部分ってのは結構大きいと思うんですけども、誰かと何かしたいなと思った時に、その誰かが思い浮かばないんですよ。 例えば、むちゃくちゃ仲良しがいてもね、あ、ごめん、その日はちょっと予定が悪いんだとかね、その日仕事があるんだ、いや、ちょっと金きついんだよね、今月も小遣い3万しかないしみたいな感じだと、何にもできないさっき言って。何にもです。うん。だからね、自分だけが自由でも、ほんと、しょうがないなと思うところはあるんですよ。ただ、一人でも楽しむために、まあ、例えばね、 ドライブが好きだったら、大好きな車をもの、っているっていうのはね、すごくいいですよね。まあ、そこに仲良しがたまに来ると、もっと楽しいですけどね。まあ、そんな感じで、あやさんと、よしあさんと、ぴったし、いい時間過ごしたんじゃないかなと思います。あやさん、お疲れ様です。またお会いしましょう。で。今日はね、二時半に起きましてね。まあ、正確に言うと、もう十一時半ぐらいに目が覚めていて。そこから悶々としながらね。 2時半になったんですけどもねあの私寝るのがね早いんですよ大体、うん、いい5時に夕食をとるのが決まりでで6時には、まあ、お風呂入って出てでそっからね大和ト君と寝床で8時ぐらいまでわさ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 やってると大体いい8時から9時の間に消灯しますねそれで1日が終わるって感じですねだいぶライフスタイルが変わりまして まあマージャン店とかね打って変わってですよ。まあいまだにマージャン店の話をねしなくてもいいんですけども人生ってのはねここまで変わるのかなってことですよ。10年前私はマージャン店の親父でした。ね。ほんの10年前ですよ。ってことはこれから10年後どんなところに行ってるんでしょうかね。10年後私は60を前にしたまあ老人の入り口ですよ。うん。で50代をねまるっとこれから過ごすわけなんですけども 時間あり、お金あり、子供や家庭の成長ありに囲まれた10年間を過ごすんですよねで、私の計算とリスクヘッジがきちんと機能していればこの10年で私の資産は10倍ぐらいに膨らむと思うんですよおそらくね、今からちょっと言葉作ってるんですけども自由億人ねあの、送り人ってあったじゃないですか送り人ってのは何かで稼いで 奥を作った人のことなんですけども、私はね、もうここまでで送り人には当然なりました。投資の方でもまあ、奥は超えましたし、ビジネス方でも1億円は超えました。3年ごとに1億ちょっとぐらいな感じなんですけどもね。で、今、だから3億円から4億円に向かってるところなんですけども、多分これがね、10億円とかになっていくんだろうなと思うんですよ、これから。私はあの、今、投資ですからね。で、 いろんんんな国へ分散して資金配置は済んだんであとはね残念ながら日本は衰退していく一方だと思いますけども今のままだとうんただね日本以外の近隣諸国っていうのはやっぱり伸びっぱなしなんですよねそこにまあ資金をね寝かしている私はあと待ってるだけで増えるんですよねまあさまざまな予測とかあとはねイレギュラーもあると思いますけども、まあ、少なくとも10億円ぐらいにはなって私は60を迎えるんじゃないかなと思うんですよ 残念ながら5億円をまあ貯金箱に入れてね50代に入るっていうのはちょっと間に合いそうにないんですけどもただもうちょっと長いスパンで見ると60歳になるまでには10億円は最低できるだろうなっていうようなフォーキャストがかけましたねいやだからね10年後って本当に予測ができないなと思う中で10年前私は3年ぐらいで1億できるなっていうふうに思ったのと同じような感覚でねあれこれ10年後には 10億円をもう楽々突破して、自由送り人。ね。10送り人。自由と書いて、10億ですよ。まあ、10億の単位ってことなんですけどね。これいけてるなと思うんで、この動画ちょっと残してます、ね。吉田さんも覚えておいてください。私ね、60歳までに、60歳になった頃には10億円ぐらいを総資産で持ってると思うんですよ。まあ、少ないかもしれないですけどね。私はもうそれで十分で、多分自分の人生では使い切れないんで、あとはね、 あの、山と君に託していこうかなと思います。あくまでも今ありませんけども、あくまでも、えー、60になるまでにそういうふうに、あの、これからの活動も込みでですよ。何もしないでではないです。いろいろこう配置しながら、いろいろとリスエッジしながらとか、いろいろと、あの、腕を磨きながらなんですけどね。うんこれは、10億はちょっと、私の力だったら言っとかないとなと思ってますね。で、世の中、これから、ますます、二極化が厳しくなると思うんですよ。で、 その中でね、私が手に入れてものって、まあ、投資もそうだしアフィリートもそうなんですけどもやっぱり圧倒的なのって発信なんですよねこの YouTube 活動が苦にならないってことそして私が麻雀店で16時間の勤務をしてる時でもその時からこの YouTube 活動をやっていたってことですよねその頃はアクセスも取れないですし動画の質も悪かったですし通信回数も遅かったなのに量産をしてたんですよだから今みたいな環境になったらますますできますよねだって 自由な時間あるしお金もあるし機材はすごくいいのが安く出てるしで通信回線はいいわけでしょなんかねこれからますますよくなるぞってばっかりなんですよそれしか見えないですねもちろんこのね情報発信を手に入れなかったらどうなってたかなって考えると本当に恐ろしいことですね多分多くの40代とか 50代が抱えてる不安を私も全部抱えていると思います。ね一りぼっちで仕事も安定せずにかといって貯金もないと頼れる人もそんなにいなくって自分のことを気づいてくれる人もいない当然家族もないみたいなね内々尽くしで私は50代を迎えていたんじゃないかなと思うんですよでねあの時ねあの時詐欺かもしれないでも飛び込むしかないみたいな感じで最後の選択肢として まあね、ネオヒルズ系の塾に入ったのは私もね見る目があったなと思いますプラス見る目があっただけじゃないんですよちゃんとそれをやったってことですよねだから多くの人が同じようなルートをたどって同じようなまさに同じようなじゃなくて同じ商品を買って同じコンテンツを手に入れたのになんでここまで結果が違うんだそして途中まで稼いだ人もなぜか没落していったりインチキに走ったりとかして結局は短期的に消えていったどうなってるんだと思いますね いや私がね吉田さんに強く共感するのは目覚ましい成果は出ないけども薄いね一歩一歩を積み重ねて一枚一枚薄いんだけども今振り返ってみると結構厚みを帯びて次女みたいになってるんですよね。そそれこそね、一発でドドドン、ドーン、ドーンってのはない,ですよないんですけども今日もこれだけ今日もこれだけ今日もこれだけを積み重ねて3年5年10年と。 ね、積み上げてきたものは、はこれは崩れ崩にくいですね。今吉谷さんのチャンネル登録見てみます4040 40人ですよこれ1年前は3000なんかね3000何百人とかだったですよねだからチャンネルの伸びとしてはすっごく遅いんですよでもこれがね後退することがあんまりないんですよねうんそして再生数もやっぱ100前後なんですけどもでもね 100前後なんだけども7080の100前後じゃなくて今はね120130の100前後っていうふうに100前後なんだけどもでもねだんだん上がってきてると思いますし何よりも濃いファンがますますね濃くなってきてもう「ドリームアカデミア」が成功しなかったらうまくいかなかったら何なんだみたいなね、うん、よく分かんない感じになってますよね。自分の購入した商品 販売してる会社販売してる人がますますうまくいってくれたら自分もあ去年買っといてよかった俺3年前から買ってるやついやいや俺は5年前からもうリピートかなりしてるよみたいなねこのこの人を選んだのには俺に見る目があった自慢がどっかで始まるんじゃないかなと思うんですねその中でねその中ですよきっと私だと思いますよ山口陸のセミナーのねなんか山口陸さんがしゃべるネタがなくなったのか疲れたのかわかんないけども ちょっとね、時間をくるっと変えて吉田さんが前に出てきてなんか図を描きながらね僕は誰よりもバカです <laughs> 面白いですねあそこでねああどのぐらいバカだっていう人がどのぐらいバカなのかなって見てみたらあ確かに失礼だからね確かに漢字は書けなくてひょろひょろっとひらがなで説明しながらで、数字もなんかねぼんやりとこう暗算がパパッと出てくるわけでもないでもね私思ったんですよ 確かにこのポジションで人を稼がしたり、自分が稼いでいたら、それは多くの人に希望を与えるなと。と結局優秀な人しかダメなんでしょ？っていう理屈は通用しなくなるんですよね。多くの人があなただからできたんでしょう。っていう。そのね、理屈の根底には自分は何も秀でたところがない。そしてうまくいく人はもともと何か土壌があったって思ってるんですよね。で、失礼ながらそれはね。吉田さんが吉田さ,さんがね。本当に打ち消してくれたかなと思います。 もちろん吉田さんのことを私なりに掘り返してみたらやっぱ卓球を続けてきたっていう根性はあるんだなと思いますからそれをねビジネスに使えば資質があったとは言えるんですよでもやっぱりねいわゆる義務教育の中ではその競争の中では優等生の方ではなかった吉田さんがね義務教育が終わった後大学教育が終わった後に自分の城を築いていることを考えたら逆にですよ 大学をきちんと勤め上げて有料過負荷の有料を取ってきた人が二足三文になっているという事実ねこれを考えたときに時代は変わって下克上が起きて私たちは金を稼ぐことさえできればもうね学歴や過去とかねそんなもん関係なくなっちゃったんだってことを受け入れざるを得ないですよね逆にどれだけ緻密に人生を送ってきてもお金が稼げないっていう現実の目の前にはね 全部が否定されててしまうっていうっ、ね、い悲しい資本主義の原理がそこにありますよねで私も、まあ、そもそも優秀な方ではありませんでしたどんな会社をやっても利益は出ませんでした、うん、あっちこっちに行ってどうにもならずに短期的なものばかり追い続けてきましたけども今度は違いますよ情報発信は一生私のそばにいてね私を励まし情報発信が私がね出会った最高のビジネスモデルになったなと思いますね で最高のビジネスモデルにしては儲けが少ないじゃないかって言われそうですけどもまあでも私の人生にとってはこれで十分であとは自由になった時間をどのように上手に使っていけるかなってことですよねまさに時代が変わったんで時間の使い方も変わってきます、うん、あのお金さえあれば面倒くさい段取りをすっ飛ばして結果に取り付くことが早いんですよねそれまではお金以外の方法で人に会ったり物を手に入れたり 商売を積み上げたりしてましたけどもある程度ねお金があると全てのそういった段取りをすっ飛ばして結果だけを引き寄せてくることができるんでまたね早く走ることができるなと思ってるんですよ。うん、まああやさんもねそういうことを感じてらっしゃると思いますけどもこうやってねビジネスをお互いやってきてねお互いにいなくなってないっていうのは本当にね嬉しいなと思いますよね。 うん、だってこの付き合いを続けようと思っても誰かがね落ちぶれてしまったら付き合えないですからねそう考えると、ね、小野沢さんも,もう健在でいらっしゃる吉田さんもいる愛さんもいる、ね、これほんとすごいいいなと思いますよね何よりも私も生き延びているというねしかもこれからも生き延び続ける予定だということでね <laughs> 本当にあの有頂天になるつもりはありませんけどもでも あらゆる面でリスクヘッジをしているからこそ未来にもそこそこのね安心感があるかなと油断はしないですけどね、うん、でまたね吉田さんがね「明日いきなり行くことになったんですけど」つっても「いいっすよ」みたいなね今までの関係ができればいいなと思いますし「何か合宿でもしますか」っつったらねうんなんかこう集まれたらいいなと思いますしねなんかその日の日気分で、うん まあただし私優先順位が圧倒的に家族にありますんで家族にねもう家族以外に時間使うのがねもうもったいないぐらい思ってますんでねそこはご容赦いただければと思いますまあ今ね家族と歩んでいくっていうところが本当にねなんかこう一番尊いなと思ってるんですよねまあだからこそこの暮らしをなくしたくなくてまて今日もね突き動かされているという。 自動的にこうやってねカメラに向かって放送してるんですけどねああじゃああのいろいろと勝手なことを申し上げましたけどねまあくほどすぐにやるっていうタイトルも面白いですね、まあ、今回のタイトルは「あやさん」ということでよろしくお願いしますあやさんではまた会いましょういってらっしゃい